2010年4月14日から25日にかけての火山灰の雲を合成した地図。ロンドンボルキャニックアッシュアドバイザリーセンターのウェブサイトのデータによる。大気中に浮遊するゴミは沈む太陽からの光を散乱させる。そして航空機の飛べない期間、イングランドのリーズ・ブラッドフォード国際空港の飛行経路上にはこのような火山のラベンダー色が出現した。 2010年のエイアフィアトライオークトルの噴火による交通麻痺はアイスランドの氷河に覆われた火山エイアフィアトライオークトルの噴火により噴出した火山灰がヨーロッパ大陸上空に広く滞留した結果多数の航空便が欠航して社会的活動に支障をきたした自然災害である航空便の発着が大きな規模で中止され代替交通手段となった 陸上交通機関と海上航路も混乱した。エイアフィアトラヨークトル氷河では2009年末に火山活動に伴う地震が観測されていた。2010年3月20日に一度目の噴火が起こり火山爆発指数1を記録した。4月14日、二度目の噴火が起こる。主に炎と溶岩を噴出した3月の噴火とは異なり火山灰は 上空約1万6000メートルに達して南下し、イギリス北部に到達後、欧州北部と中部のほぼ全域に到達、4月18日には、スペイン北部に到達。飛行中の航空機のエンジンが停止する事態を避けるため、18日には、約30カ国で空港閉鎖となった。噴火はさらに続き、噴煙は4月17日には高さ9000メートルまで達し、 火山灰は4月18日に、ロシアのウラル山脈まで到達する見込みであり、当局者は、航空路の混乱は数日続く見込みとしていた。ライダルによる英国での4月16日の観測では、噴煙は、高度3000メートルから高化し1500メートルにまで達した。空気中に火山灰が拡散したことにより、ヨーロッパにおける、 多数の国で領空が封鎖され、航空便の飛行が不可能となった。これにより、ヨーロッパにおける航空便フライトは、もちろんのこと、ヨーロッパ以外の地域からヨーロッパへ向かう航空便もキャンセルされていった。4月16日の後く20時頃には、カザフスタンまで火山灰は到達。2010年4月17日には噴火活動が多少、弱まったものの、 噴火に伴う噴煙が数キロメートル上空まで舞い上がっていた。ジェット気流の流れから噴煙雲の影響は少なくとも4月21日まで持続すると予測されていた。航空各社はテスト飛行を行い、徐々に航空機の運航再開が行われていった。5月に入っても火山活動は続いていたが、5月16日に再度、 活動の活発化が報告され、イギリス、アイルランド、オランダなど、再び空港の閉鎖を行う国が現れる。5月16日になると、火山灰がイギリス上空へと南下した影響から、イギリス中部のマンチェスターやバーミンガム、また、アイルランドの空港が新たに閉鎖されていった。これに続き、ヒースロー空港も現地時間5月17日午前1時から閉鎖された。 この他、オランダでも17日より一部の空港の閉鎖が伝えられた。赤、領空封鎖、大々、部分封鎖2010年4月18日時点空港が閉鎖されたため駅に集まる乗客。ノルウェー国鉄のベルゲン駅での様子。4月15日、エディンバラ空港に止められた多数の飛行機。4月16日、ロンドンヒースロー空港のターミナル5にある 到着便案内版。キャンセル度の表示が並ぶ。航空便が発着するヨーロッパ各国では、領空が封鎖され、すべての空港が閉鎖される地域と、部分的に、フライトを認め、空港も一部運航している地域に分かれた。これにより、航空網に、世界的に混乱が生じ、観光、物流、各種イベントなどにも影響が波及していった。 航空便に乗れない乗客が世界中の空港ターミナルビルで寝泊まりしており、使える空港を求めて南ヨーロッパに陸路で向かう旅行者や代替交通手段を使おうとする旅行者などでヨーロッパ各地の鉄道やフェリーも混乱した。ヨーロッパでは2010年4月17日だけで1万6000便、4月18日には2万便が欠航となり、 4月15日からの飛行制限は約6万3000便となった。国際航空運送協会によると航空会社の損失は1日あたり2億ドルであるという世界気象機関は4月16日の会見で数週間にわたり火山灰は大気中を漂い火山の噴火が終わるまで飛行の再開の目処は立たないと述べ事態の長期化を示唆した。 英国気象庁は火山灰はあと一週間英国上空に止まるだろうと述べた。しかしエールフランス KLM とルフトハンザが試験飛行にも成功したことから飛行再開への希望が出てきた。4月19日に欧州連合はテレビ会議による緊急運輸省理事会を開き20日朝からの航空路の段階的再開を決定した。 しかし噴火の見通しがはっきりしないことと、NATO の F-16 戦闘機のエンジンに、ガラス状の灰が付着していたことから、具体的な計画は未定で、落観は許されなかった。各国のメディアは、9.11、アメリカ同時多発テロ事件時を上回る、航空業界への影響や、第二次世界大戦後で、最大規模の航空便の停止という表現で、 この噴火の被害の大きさを伝えている。航空業界のコンサルティング会社は、こうした全便結構が3日間継続した場合の、経済損失は10億ドルにも及ぶと推計しており、運航規制解除後も、航空便のスケジュール回復に時間がかかるとしている。国際航空運送協会は1日あたりの世界の、航空業界の損失を1億4800万ユーロと推計した。 火山灰は飛行機でかなり重要なピトー管に詰まる恐れや機体の表面に火山灰が付着し飛行中における微妙な重量のバランス及び空力特性を狂わせる恐れがあるとされる。また火山灰はマグマから発生するガラス質の粒子を含んでいる可能性がありこれがジェットエンジンの中に入った場合 飛行中にエンジンタービンの高温で溶け、エンジンに損傷を与えたり不調が生じる恐れがある。アメリカ当局は、2010年4月19日に、ナトー軍の戦闘機が火山灰の中を飛行したことにより、ジェットエンジンがダメージを受けたという発表を行い、エンジン内部にガラスの形成が見られたとしている。ジェットエンジンに火山灰が入り込むことによって起きた事故としては、 1982年6月24日にインドネシア上空を飛行したブリティッシュエアウェイズ急便でボーイング747の4機ある全エンジンが停止した事故がある。ポーランド空軍ツ -154 墜落事故で亡くなったポーランドのレフカチンスキ大統領の国葬が2010年4月18日に行われたが、この噴火の影響により、 アメリカのバラク・オバマ大統領、フランスのニコラ・サルコジ大統領、日本の枝・田サツキ参議院議長などが参加を取りやめた。空域閉鎖に伴い、ヨーロッパ内を呼び、ヨーロッパと他地域との間での航空機による物資の輸送が不可能になった。このため、世界各国で生産活動に必要な材料や製造物、生鮮食品等の流通が滞り、経済活動に 大きな影響が出た。このうち、日本を含むアジアの状況を述べる。日本では、日産自動車が、部品の供給が中断したことにより、2010年4月21日に、日本での3モデルの製造中止を発表した。2つの工場では2000台の車両の製造が停止した。中国の関東省の工場では、衣類や宝石類の航空便による出荷が延期された。 韓国ではサムスン電子と LG エレクトロニクスが電子機器の製品の輸出において毎日20%以上を空輸することができなかった。さらに香港工業総会は香港のホテルとレストランでヨーロッパ産商品の不足に直面していると発表した。5月20日には日本のジャガーランドローバージャパンが自動車、ジャガー、 XJ の生産に必要な機材がイギリスから空輸できないことを理由に車の発売を6月に延期することを発表している。空域閉鎖による輸送の問題はスポーツにも影響を及ぼした。オートバイのロードレース世界選手権日本グランプリは当初4月23日から25日の期間で開催予定だったがレース用の機材の大半は日本に到着していたものの ライダーやチーム関係者の多くが来日困難となったため10月1日から3日に延期された。同年のスーパーバイク世界選手権にスポット参戦する予定だった吉村ジャパンも機材輸送が困難であることから参戦計画の変更を余儀なくされている。それ以外にもサッカー UEFA 女子チャンピオンズリーグの準決勝第2戦梅屋イケタイリオン戦が チームの渡航が困難となったため延期されるなど、広範囲に影響が及んだ。広範囲の飛行禁止区域指定の結果、航空業界は、国際航空運送協会推計で、1日あたり2億 US ドル超の、減収と示すほどの打撃を受ける。欧州航空会社協会と、国際空港評議会ヨーロッパ部会は、4月17日と、同月18日に行われた。 航空会社の試験飛行で異常が見られなかったことから4月18日にヨーロッパの航空規制は過剰だとして欧州航空広報安全機構などヨーロッパや各国の航空当局へ規制の緩和を訴えた航空業界の運航緩和の要請を受けて4月19日には欧州連合各国の運輸交通大臣がビデオ会議を行い4月20日午前8時から 運航規制を緩和することとした。それまでは、衛星で火山灰の拡散空域を確認した上で、汚染空域の全域を飛行禁止空域にしていたが、緩和後は、火山灰濃度の高い空域を飛行禁止空域、火山灰濃度の低い空域を運航許可空域として、部分的に航空便の再開を認めることとした。以下の地図は、交通麻痺の期間における、 火山灰の雲の水位を表すものである。最新の予報は、ロンドンボルキャニックアッシュアドバイザリーセンターのウェブサイトで更新されている。ありがとうございます。